世の中の人は結局欲しがるものを手に入れるはずというものが正だろうが悪だろうが関係なく手に入れます。どっちかを手に入れるの表示器、自分の注目、つまり注目が流れる方向にエネルギーも流れ、これさえ覚えたら世の中のあらゆる出来事も理解できる。例えば以前トランプが大統領になった時、当初8割の人彼の悪口を言う、だから彼はみんなに嫌われ、嫌われたからこその負のエネルギーはここに流れ、当たり前に彼が選ばれ、同じく何かを手に入れたいものにポイントは人を立てること、つまりこれが欲しいと言わんばかりに忘れ、そうすると自分が手に入れたい物事はエネルギーが一時的収集的に流れて、以前に語った愛のエネルギーはあっちに流れてるから。ただしもしそれは一時的ではなくて毎回毎回繰り返すとどうなるかと、それは愛のエネルギーではなくて執着のエネルギーにあふれ、以前にも言った通り執着のエネルギーは恐怖のエネルギーからこそ自分が手に入れたいものは逆に遠ざけていく。病気も同じく〇〇が痛いと言ってるだけのものはいずれに痛くなる、あるいは絶対これが欲しくない、絶対にやらない方がいいと言ったらもちろんそういうものも起こってしまう。なぜならばエネルギーは否定的な表現をわからない、つまり正か負どっちを言っても肯定的か否定的な表現どっちを言って全ては肯定的に取られてしまう。それを今度気をつけて